すごい寝癖やばいんだけど許して公演どうでしたか？初日頑張ったよね。でもなんか全然みんなさツイートしてくれてなくてさ、寝癖やばよくない？うつ伏せで寝てたらさ前髪ぺったんこなんだけど。でも本当にふっ倒れためっちゃ疲れてた。なんかわかんないけどやばいよねほんとは終わってすぐやりたかったんだけどもう疲れすぎてて無理だった。どう、楽しかったですか？くらくら公園。ちょっと私間違いまくったんですけど配信で見てた人バレてた？配信で見てた人いる？いけてた？ギリいけてた？間違えてたの分かった？いや、配信でいけてればまあなんとかいけた。バレてない。ガチ？配信だけど気づかなかった。最高。まあ、定点だったら終わるけどね。バレてない。ナイスー。カメラさんがナイスすぎる。それはもう。現場にいましたが気づきませんでした。それはそれは私のこと本当に見てた。コマネチしかコマネチバレてた。なんかさ、たまにふざけないとさやってられないのよ。なんかいつものテンションでできなくて、クラクラはなんかその空気感怖いでしょ。めっちゃ分かるあそこフリーなのよ。三日月の背中でしょ。そこフリーなの。私最後だからなんかこうやって普通に可愛くすればいいのに4拍ぐらいもうごまねちしちゃった。昼間は志村さんだった。やっぱ憑依型アイドルなんでいろんな人憑依しちゃうんですよね。間違えるとにこれ私顔にマジで出るよね。良くないと思ってるなんか簡単な振りばっかりなんだよこの公演というかは。この公演は簡単な振りばっかりだからなんか逆にこう特徴的な振りとかがあればまあ間違わずにいけるんだけど、なんかそこがやっぱむずいよね。いや瀬戸里大丈夫でしたか？ちょっともう本当に心配だった。直前まで変えたり増やしたり減らしたりみたいなことをやってて、でね、何よりね
私のリハ時間が取れなくてみんなリハしてる時に東京でお仕事してたりとかしたので、ちょっともう本当にね大変だったので、遠隔でさ、なんかこれはこうしてくださいとか、なんかこうしてくださいとか、でももうユニットも全部私が出した曲っていうか組んだ組み合わせで全部やって、でまあ歌割りとかはみんなで相談しながら決めたんだけど、なんかねシャイな子が多くてなかなかこうここに歌いたいとか言わないんですよ。だから私どうしたらいいんだろうと思って、山田はあなたがここあなたがここってこう自分でちゃんと全部決める公演だったから、今日は私がそのなんて言うんですか、私はその結構メンバーファーストっていうか、なんかリーダーシップを発揮できる人じゃないのでそこだけちょっとねもう本当に申し訳ない、もし見ててムラがあるなと思ったら申し訳ないと思ったんだけど、できる限りみんなまんべんなく光が当たるようにして頑張ったんです。でもそしたら MC 私しか喋んなくて初回がで、なんかもう本当にかわいそうだったから、一応曲紹介とかを割り振って、もう私が覚えられないっていうのもあるんだけど、そうみんな受け身体制だからね、ちょっと強いのが私しかいなくてぐいぐい来ないんですよ。緊張でみんな使い物にならなかった本当だよ疲れた、私すごい疲れたんだけど、いつもいや、春香村だけでも扱うの大変なのにさゆな子は結構自分が自分がってタイプじゃないから、と、まあ、つぐみもどっちかっていうとそのタイプだしつぐみ全校亭おばさんだから、私つぐちゃんが かわいいと思ってることを全部やるみたいなことはなんかしようと思ってたんだけど、つぐちゃんもねニコニコしてるだけで全然ねこう意見とかあんま出さなくてニカちゃんがやりたいようにみたいな感じだったから、ほんとかわいいよねつぐみってつぐみちゃんはかわいいんですよ。だつぐみにあまあまおばさんだからさ、なんか生きてて偉いってなるからもう本当につぐちゃんが幸せに生きられる未来だけを考えてそう、はるか村はいじりやすいじゃん、どっちかっていうと。そのはるか村って結構何年ですかみたいなのがおもろかったりするじゃんだからそれが生きればなと思って私も結構いじっちゃったんですけど、山ここと世界真逆だったね。でも私たち初日で結構緊張してたからいじれなかったけど、山ここのまあ、サラちゃんが最後で、そうで5人での山ここは最後になるから、今後ねどうなるんだろうって感じですけど、一応千秋楽っていう感じで、なんか最後とか泣いてて悲しかった。やっぱサラって結構先輩人気高いというか、みんなから可愛がられるタイプのクソガキみたいなキャラクターだから、なんか私サラいい子だと思ってたんだけど、今日楽屋にいてただのクソガキだなって思ったんですよねでもほんとそんなサラがすごい愛おしくて可愛いんですけど、でもなんかいや、あの人たちさ、なんかこうプロ集団だからさ、
めちゃめちゃ MC とか曲中もさクラクラのポーズしていじってくれてたの。だけど私たち緊張しててさ、もうそんな余裕ないわけ。だから山ここの名前を MC でたくさん出すようにはしたんだけど、本当にデフォルトも定まってないままいじれないから、ちょっとねそれだけ申し訳なかったなっていう気持ちはあって、そう、まあでもすごいなって思ったね。やっぱり私山ここ初めて見たんですけど初めて見たんですけど、ちゃんと世界観しっかりしてる2つの公演だったかな。しかも真逆の、あ、それが良かったなって思いました。しどり大丈夫だったのかな。クラクラ最高、それはチーム4さんのやつをクラウディクラウディに変えただけなんですけど、今日はでもね満足感高いよね。初日の公演と山ここだと結構なんかいいもの見れたなっていう気分になるよね自分たちで言うのもあれだけど、私たちはどっちかっていうとパフォーマンスっていうより情緒だからこれで逃げる、情緒という言葉で逃げるんだけど、そのスマート、いやスモアにつぐみが入ってて大変になるから多分それはダブルではないと思うんですけど、でもスモアもね可愛いから。瀬戸里良かった、本当にもう心配だったの。知ってる、意外だった意外な曲がありました、この曲入ってて嬉しかったとか。あ、でもすごい結構まんべんなくだね。やっぱみんなの思い出補正刺激したいからさ、まあ、どこの界隈から来た人でもさ、あ、この曲ってなれるように一応したけど、私がナンカスのためナンカスのためナンバの曲がたくさん入って、そうでしょう、そうでしょう、いや響くところに響いててちゃんと良かったわエモれてた名曲たち、もう掘り返したって感じだよね。動物園で耳つけるのとかもめっちゃ可愛いし、他の公演がやってないことやりたいなって思ったから、可愛いでしょ。あれ2分の1私の私物だからあれ2分の1私の私物なんですよ。そう、はるか村に貸してんの。そうだよ、私物だよ、もう経費でも落ちないレシートだってどこにあるか分かんないから。うさぎと猫は私物ですね。なんか私うさぎでもよかったんだけど、はるか村の衣装の方がなんか
丈が短くてなんかバランス的に合うなと思って裸村をウサギにして私が猫にしました。なんか私の衣装丈長くてそんな長い耳つけたらなんか縦長になるなと思って、そうで、ゆなこと継ぐのはもともと持ってたやつをもうほんと今日ほんと今日あまりにもその私が持ってる耳との温度差違いすぎてリボン巻いてここにあの飾りのリボンつけてくださいっつってで継ぐのはレースかけてここにピアスみたいにクマの耳にピアスしてるみたいにリボンつけてもらっていいですかって言って。全部私がそれも やってあまりにもねその今日リハの画面で見てあの子温度感違うなって思ったからそういうこともやってるんですよ。偉くない私大変なんだよ。でも本当ギリのギリまで変更祭りで超大変だったでもそれにね対応してくれたメンバーにも本当に感謝ですし私自身もなんかなんだろうどっちかっていうと瀬戸利かわいいなとかなんかそのクラクラの世界観好きだなって思ってもらえるような瀬戸利にしたかったからなんかもう本当に甘曲たくさんって感じだった。それでいて他の公演と被ってないみんなが見つけてない曲というか私が普通にファンだった時に好きだった曲その NGT に入る前から聴いてて好きだった曲をたくさん入れました。そう今日の曲たちを聴いて学校に行ってました本当にだから私も結構思い出補正なんですよね。三日月の背中とかもめっちゃ聴いててもう学校行くの嫌じゃん。 でもちょっと悲しいことがあったらまぶたを閉じようって入るのがなんかすごい一気にワンダーランドって感じでめっちゃいい好きなんですよね。だからなんか結構癒しソングたちが多かった気がする。で一気に誰のことをでファンにプレッシャーをかける一旦プレッシャーだけかけときたいなと思って。でまあ誰のことをはゆなこが似合うと思ったんですよね。そうゆなこがやっぱりなんか私ゆなこに萌え髪を感じていてそれがなんかやっぱこんなことはあんま言わない方がいいのかなでもなんか萌歌みたいと思ってて踊り方とか雰囲気とかだからうん萌歌を感じるめっちゃ。だからその萌歌が誰のことを一番愛してるをやってたっていうかやっぱねテチだから印象があってそれでゆなこに踊ってほしいなって思ったから入れたんですけどなんかかっこいい曲1曲だけ入れたくて初めのブロックにこういうのもできるよみたいなこういうのもできるけど
これからずっと甘いよみたいな。じゃあ、もえかいたら入れてた。100入れてますね。クラクラでしょ。もえかいたら絶対入れてる。100入れてる。クラクラのメンバーに100で入れてますね、もえかは。5人編成、いや奇数にはしないです。私偶数好きなので、偶数が好きなので奇数には絶対しないです。モエカいたら絶対モエカ入れてたし、モエカとユナコでユニットをやらせてた、絶対に。展開衣装間近で見えた。ねえ、かわいいよね、あの衣装ね。さっきまではアイスティーの折り目につぐちゃん入ってたことしも。そうだよ。これつぐ萌えですからね。これは私推してた。これはつぐ萌えなんですよ。知ってる？私の推し面つぐ萌えなんですよ。ずっと。変わらず。だから、じゃあ、あんま言わないけど、LED のロゴ、これもガチ直前に、なんか LED 開いてて使わないから MC と頭と最後にクラウディクラウディのロゴ入れてくださいって、マジで直前に2時間前とかに。でなんか最初ロゴだけ出てて、クラウディクラウディの、いや白くしてほしいですって言って、結構バチバチに眩しい白い世界観にしたくて、背景白で結構可愛かったでしょ。もうね、いや今回は照明とかまでは本当手が回らなくて、自分もやっぱちゃんと踊って出てるプレイヤーとなると、ちょっと本当に手が回らない。ガチで私はクラクラをこうみんなに知ってもらいたいんです。だから私抜けた方がいいかもしれない。私がいない状態で考えるクラクラ公演もありかな。もう一人入れようって。まさかの。そんなことないよ。あ、この人は多分ツイッターに「ユナコとツグしかあげてないじゃないですか」って言われに来ましたね。それ待ちでしょ。そんなことはもう分かりきってたからね、何とも思わないんだけれどもね。でもちゃんと見てくれてて私は嬉しかったですよ。
瀬戸り大丈夫でしたか？瀬戸り。正解押しちゃう、なんだそれは、絶対押せねえだろ。瀬戸り大丈夫でしたかって、もう本当に不安だった。ずっと私の好きな曲ばっかりやって良いのだろうか。私が個人的に本当に聴いてる曲とか好きな曲を詰め込んで、可愛い、最高だよあんた。本当ですか？もう本当に不安だった。ずっとずっと全部不安だったから、もう途中でいやーってやりそうだった。全てをこう投げ出して、ありがとうございます。なんかこの曲が上がるっていうのが1曲でも入ってたらよかったなって。いや、これから瀬戸りの曲、知らなかった曲も調べてたくさん聴いてください。すごいね、可愛い曲ばっかりで歌詞もすごい可愛いから、聴いてね。ありがとうございます。それでですね、私今日いただいたのも含めてプレゼントをちょっと見せたいんですけど、あと30分でいけるかな。あの、なんと、そう、今日お花たくさんもらって、後でストーリーに全部あげるんだけど、初日だったからお花たくさん来てて、ありがとう。なんでもない時もね、いつもお花くれたりするから。これユミちゃんだよね、今日くれたやつ。これユミちゃんだよね。あ、ここにメッセージカードが。かわいい、くまちゃんがいるの。ここにこれだけあれしました。他の花たちは花瓶に突っ込んであります今。ちょっとお花屋さんみたいになってるんですけど、私のキッチンが。ちょっと大変だったんですけど、あのそれだけあのお花屋さんみたいになってるので、包装紙とかも取っちゃったから、ちょっと見せられないんですけど。ありがとうございます。で、これがあの山ほどマスクが届いたんですけど、これはどなたでしょうか。すごい、メリークリスマス。サマンサティアのネックレスというより、あれ、これじゃない、これか。いや、わからない。ちょっと待ってね。で、このピッタマスクが山ほどどなたかから。ピッタマスクがほんと、なんかこのイプサの袋いっぱいにたくさん入ってるんですけど、これは何ですかね。どういった風の気回しなのか。ありがとうございます。本当に困らないです、一生マスクには。何これ、スマホスタンドだ。え、しかも黒みだ、かわいい。これ見て、かわいくない。
すごい、かわいい黒みシリーズ。ヘアクリップこんなんあんの？地雷じゃん。すごい、クリップセット、クロミちゃんシリーズだ。マスクもある、すごっ。さあこれはどなたかなんでしょう。セレンさん、ありがとうございます。セレンさんいつもプレゼントくれる。セレンさんありがとう。すげえ、これ全部セレンさんからなの。男の方ですね、セレンさんは。黒みの好きとかよくわかるね。すげえ、ありがとうございます。このイプサもあるんだけどさ、あ、これもセレンさんだ。いいのにこんな高いでしょう。わあ、めっちゃ嬉しい。化粧水、これガチで使ってるやつだな。ガチで使ってるやつだな。化粧水と乳液は全部あの洗顔からすべてイプサを使ってるので、 LINE で。嬉しいです、ありがとうございます。めっちゃ使うわ、普通に、いつも通り。ありがとう。そろそろないなって思ってたんだよね、しかも。タイミンググッド。で、これがリトルディアってお店かな、お店から来てる、お店から来てるのかな。え、リトルディアってなんか定期的に届くんだ、だが、あ、すごい、え、かわいい、え、ピアスか、いや、イヤリングだ。見て、貝殻の揺れるやつ超可愛くない？これ夏つけるわ、可愛い。ありがとうございます。めっちゃ可愛い。すごい。どこから来てるかわかんない。出た！実用的セット。実用的セット来た、これ。ゆうなたそだ、プレゼント2つ目？もう1個送ってんの？ ありがとう。これは何プレゼントなの？何？キッチンポリ袋。いや、超ありがたいわ。普通に使うからな、ガチで。これは何？アルミホイル。え、しかもラプンツェルのアルミホイルなんてあるの？知らなかった、私これ。すげえ。あとウェットティッシュも超使うんです、ありがとうございます。ウェットティッシュも、あと、うわー、これ私アクセサリーとか入れるのに使えます、ありがとうございます。超助かる、生きていけるわ私。またお母さんセット。ブランケットと送ったやつが今届いたということでね。あ、ありがとう、今届いたよ。そうで、なんかこのお弁当箱は何？結晶堂のよろし。え、何？ハンドクリーム、リップバームくれたの？すげえ、なんかお弁当みたいなの。す
すごいリップとかハンドクリームとかこの季節めっちゃ使うので、しかもなんかこのカンカンの感じめっちゃ可愛い。ありがとうございます。ありがとうございます。おいで。出ました。誰ですか、五条悟送ってきた人。しかも首振るじゃんこの悟ねえ。通常のフィギュアより目が合う。あなたは見上げて見つめているような。あ、これで癒されろということですかね。首が2つついてるのがちょっと怖いんですけれども、生首が付け替えて楽しみたいと思います。ありがとうございます。そしてなんだこれは、あ、やばい、善逸のカード。これは今ありがたいですよ、本当に鬼滅見てるので。待って、炭治郎のさグリップなんだけど、かわいい、これ使うね。炭治郎のグリップもらった。嬉しい。やばい、煉獄さんバージョンもある。何、え、義勇もある。え、死んでる義勇。すげえ。と、これはイヤリング、イヤリングだ、ありがとう。手紙は、あ、りょうがさんありがとう。りょうがさん見てる、りょうがさん最近なんかショールーム来てくれない、コメントしてるのあんまり見ない。どんなプレゼントが喜んでくれるのか分かりやすくてファンにはありがたい配信。いやいやいや、私全部何でも嬉しいですよ、ガチで。わあ、でもまた前髪、みんな前髪止めてほしすぎるじゃんねえ。前髪クリップばっかりこう送られてくるんですけど、前髪止めてほしすぎな。ちょっとメイクするときに使います。もうここに6個ぐらいつける。頭を持ってなりながらやりますね。で、これがさっきのやつか、サマンサティアラの送りましたって言ってた。この方はフルネーム言っていいのだろうか。多分私のニックネームの解釈と合ってたら、よくショールームにいらっしゃる方なんですけど、え、もう何ね、高かったんじゃないのこれ、やめてよもう。だってもうケースがこんなだべ、なんか雪降ってっけど大丈夫そう、かわいい、なに、え、かわいい、なにこのさりげないハート。控えめすぎる、かわいい、かわいい、ネックレスもついてる、ありがとう。雪降るんだけど、これこうやってやったらすごい、いいですよ、こんなん、美味しいご飯食べてください、ガチで。私今紹介してるけど、あの催促してるわけじゃなくて、感謝の気持ちを言いたくて言ってるだけですからね。本当にみんな美味しいご飯食べて、そんなお金があるのならば。これ何？ユーナ、あ、ユーナタソまだあったよ。ラブライナーのオールラッシュマスク、ラメパールマスカラだって。めっちゃ可愛いじゃん。いや、これじゃあクラクラ公演の時につけるね。今日もここにパールつけてたんだけど。ユーナタソありがとう。たくさん送ってくれるんだね。もう一個一個にちゃんとメッセージついてるから分かりやすくていいわ。ありがとう。
どれが何がどれで何って分かるからね。これがさっき見たやつ？いや見てないな。これ誰？これちょっとお手紙もたくさん、コミコミのお手紙もある。ケイショウさんお手紙書いてくれたの？読んでいい？字綺麗、ケイショウさん受ける。ジェラピケのパジャマにしまして、一応クリスマスプレゼントです。あ、あれか、私一個前に届いてもう着てるわ。チーズケーキのやつですよね。え、チーズケーキのじゃない？めっちゃ可愛いと思って一個前にプレゼントで届いて、で誰のだろうと思ってて、ありがとうございます。来てる、今度来て配信するね。ちょっとほんとガチで使ってるわもう。でこれは、まあ、黒みのスノードーム。私いつの間にか黒みがめちゃめちゃ好きな女みたいになってるんですけど、ありがとうございます。サンリオだったら黒みがでも一番好きです。おいで、これは何だね、これは何でしょうか。コート、コート送った人。お弁当ハンドクリーム紹介。あ、そう、なんかあのお弁当みたいなやつありがとう。このコート送った人いる？かわいい。クレンチェックのがピーコートみたいな。ピーコートだ。かわいい。え、かわいい。着るね。受ける。着るね。特にどこのっていうのはないのかな。 あった、ありがとう。わかんないからタグ付けして載せるわ。かわいいコート着ます。これは確実に来ます。ありがとうございます。はい、これで終わりかな。で、あのさっきも言ったんだけど、あのケンショウさんのと一緒に来た前の瓶があるだけど、ちょっと量が少なかったから、あの一緒に紹介しようと思ってたんだけど、ケンショウさんのガチで来てて多分今もう洗濯されてる。あれ、どっかに洗濯されてるか。ごめん。洗濯されてるわ多分。もう一回来たんですよね。今コミコミの手紙を読んでる。かわいい、この便箋ラプンツェルだ。コミコミは手紙でも丸が多いんだね。点の位置に丸打つからすぐ。ありがとう。丸が多いんだね。そう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 、そういう文章。
なかなか恥ずいからやめて。かわいい、ありがとう。大事にしますね。いやー、ちょっと散らかしたな。あ、待って待って、もう一個ある。今日ね、劇場で受け取ってきたのがあって、リボン、かわいい。これあれする、私これつけてね、やりますわ。今日ちょっともう化粧も髪の毛もボロボロで、なんなら寝癖がうつ伏せで寝てて前髪ぺったんこなんですけど。これは誰ですか？さくらちゃん。めちゃめちゃ、え、めちゃめちゃ枚数やばくない？これねえ、女の子さが書きすぎね。しかもこの枚数だから、なんか間開けて書いてんのかなと思ったら、ぎっちぎちに書いてんの、みんな。すごい、4枚にもわたる長きお手紙ありがとうございます。後でちゃんとしっかり読みますからね。さくらちゃん、さくらちゃん見てるかな。え、届いたよ。劇場に送ってくれてたよね。今日ね、受け取ってきました。あ、え、これもかわいい。これも送ってくれた。私がイヤリングを好きなのを知ってて、みんなたくさん送ってくれる、ありがとうございます。女の子のファンマジで手紙長い。しっかり読み応えある。本当にありがとうございます。使うね、これめっちゃ可愛い。ベロア生地で、さっきのコートにも合いそうだし使います。ありがとう。でも毎回全部しっかり読んでくれたんです。読むだろ、それは届いてるんだから。私手紙結構好きなんですよ。みんなから来る、あ、お手紙は好きなんです。でもプレゼントは申し訳ないから、みんなご飯食べて、美味しいご飯。こんな嬉しいけど、ありがとう。もやし美味しいよ、ごめんって。ジェラピケ来てるよ、ありがとう。ユナタソからもらったこのね、これもいつも使ってるし、配信で見るだろうけど、みんな美味しいご飯を送りたい。もうご飯送ってくんだ。私働かなくてよくね、紐。ただの紐、紐女。働かなくていいわ、ガチで。ありがとう。本当に嬉しい、嬉しいです。みんな全部大事に使います。え、これあのどうせ使うって言って使ってないんでしょとか、着てないんでしょとか、つけてないんでしょって思うだろうけど、え、聞いてみ、送った人たちに。ガチで使ってるから。リガちゃん使ってくれたよっていうレポなんか結構上がってると思うよ。そう、なんかもしいらなかったらなんか誰かにあげてもいいからみたいな手紙に書いてたりするんだけど、そんなこと絶対しないから。本当にもっとなんか自信持ってください。なんか本当にめっちゃ使い倒しそう。なんだろうね、ヘトヘトになるまで使ってますから。リガちゃんマジで使ってくる。そうだよ、プリンからもらったコートをめちゃめちゃ愛用してたからね、私。そう、去年のやつ。え、すごくない？覚えてんの。え、ガチすごくない？
ちゃんと覚えてるんですよ。大量の辛ラーメンくらいで、そう、私が間違えて発注ミスしたやつですね。そう、発注ミスしたやつは配りました、さすがに。私ってそれ自分で頼んでるから自腹で、なんか高いなと思ったんだよね。マジ業者だったわ、あの時期。真の回し者だった。去年の覚えてるんですか。覚えてるよ、大体。手紙も全部本当に読んでるし、なんか本当にありがたいなって思う。こういうのに支えられて私はなんか頑張ろうって思えるし、毎回毎回本当にお手紙もらうたびに言うんだけど、もうほんとこっちのセリフだからみたいな、幸せもらってますとか、いつもありがとうとか、ほんとこっちの、全部こっちのセリフだから。ガチで、あのほんとマジうぬぼれてていいから、ほんとにリカちゃんのことお世話してるぐらいのテンションでいいから、ほんとにありがとうはこちらのセリフなので、申し訳なくなるから、あんまりそのなんか自分をこう下げないでください。ほんとガチでうぬぼれといてください。ありがとうございます、こんなたくさん素敵な、私の家がプレゼントで埋もれていくんですけど。最近本当に物増えすぎて、私あの IKEA の、 あの大流行りしてたカートみたいな3段のやつ買ったからね。ちょっと置けないなってなって。すごいたくさんもらって、だからこのサトルもどこに飾ろうかなって、今ちょっと玄関かな、玄関の棚の上にじゃあ飾ります。ありがとう、帰ってきていつもサトルただいまって言えるようにするね。ありがとうございます。急になんか視界が暗くなって申し訳ない。はい、そんな、でももう終わっちゃう、やっぱギリギリだったな。ありがとう。7位がめぐ姉さん、6位がホッカーさん、5位がのぶさん、4位がけんしょうさん、3位がこうちゃん、2位がぐーのねさん、1位がほるもきさんでした。あ、今日は元気にみんな壇上の上にいるわ。いつもあっちゃらこっちゃら行ってね、何が誰ってなるんだけど、今日はみんないました、ありがとう。で今日写真たくさん撮ったので、この写真たちでサインをあげます、ストーリーに。明日以降かなになると思うので、ちょっと待っててください。今日はもうちょっと遅いのであげないんですけど、いっぱいあげると転生になるから、あの本当に通知うるさくてごめんねっていうことだけ言っとくね。ありがとうございます。お花もあげる、お花の写真もあげます。みんなから来てたお花全部一緒に写真撮ったんだ、可愛くて。そうなの、よかった、頑張ってよかった。私今日頑張った、マジで偉い、マジで偉いから、今日は8時以降だけどカップラーメンを食べていい。今日マジ何も食べてない、ゆなこからもらったみかん10個ぐらいしか食べてない、10個も食べたんかーい。ありがとうございました。天が黄色くなりました。本当にゆなこのお母さんがね、みんなに送る、めっちゃ美味しくって止まらなくなって。みかん10個しか食べてないので、今からカップラーメンも食べます。ありがとうございました。皆さんもね、ゆっくり休んでください。おやすみ。これ私が切った方がいいかな。バイバーイ。